アリエル。アリエル、エアリエルは、かつて存在した、イギリスのオートバイのメーカー及びブランドである、イングランドのバーミンガム郊外のボーンブルックに本拠を置き、一時期は四輪車も製造していた。アリエルの名前は、1847年に馬車に取り付けるために考案された、ごく初期のタイプの空気入りタイヤ付き車輪に遡る。これは、事業として、 成功を得ることはできなかったが、1870年、ジェームズ・スターレーとウィリアム・ヒルマンによって、ワイヤースポーカーホイールが発明されて、軽量な自転車を作ることが可能になり、彼らはこれに、アリエルの名前を付けた。アリエルとは、シェイクスピアの擬曲などに登場する空気の精霊の名前である。やがてアリエルは彼らがペニー・ファージング型自転車と、 ミシンを製造するために設立した工場の名前となった。1885年、ジェームズ・スターレイの老いであるジョン・ケンプ・スターレイによって、ローバー安全型自転車、前後ほぼ同じ大きさの車輪を持ち、チェーンによる後輪駆動の今日のスタンダードとなっているデザインの自転車が発明されると、従来のペニー・ファージング型自転車は安全型自転車にとって変わられ、同時に、 アリエルの名前も忘れられていった。しかし1896年に、彼らの会社は、ウェストウッドマニファクチュアリング社と合併し、車体の後部に2.25馬力のドディオン、製エンジンを積んだ三輪車の製造を始めた。これが、アリエルの最初のエンジン付きの乗り物である。この三輪車が多く生産された後、ヒルマンはアリエルを去って、プリメアモーターサイクルを設立した。 1902年、アリエルは、チャールズ・サングスターがオーナーを務めるコンポーネンツ社によって買収され、オートバイと四輪車の生産を始めた。第一次世界大戦の勃発によって工場は一時閉鎖に追い込まれたが、戦争が終わった1918年、アリエルは、チャールズの息子であるジャック・サングスターによって、オートバイの生産を再開し、4馬力のホワイトポップエンジンによって、 成功を収める。また、ジャックは、元 JA、プレストウィッチ社のデザイナーである、バルページを説得して、会社に迎え入れ、オートバイのラインナップを広げた。1926年にはアリエルは四輪車の製造から手を引き、オートバイの生産に専念するようになる。しかし、1911年頃から1930年代初頭にかけて、コンポーネンツ社は、 財政的に苦しい状況が続いており、とうとう1932年に破産してしまう。ジャック・サングスターは、コンポーネンツ社からアリエルの支配権を格安で買い取り、バーミンガムに新しい工場を建設して、社名をアリエル・モータースと変えた。新工場では、エドワード・ターナーの設計によるスクエア・フォアやレッドハンターといった後に、 アリエルを代表するモデルとなるオートバイを製造し、第二次世界大戦中は、軍用オートバイを生産した。ジャック・サングスターは1936年に、トライアンフの二輪車部門を買収していたが、1944年に、アリエルを、1951年にはトライアンフを、バーミンガムスモールアームズ、ビッサに売却し、2社は、ビッサグループの一員となった。サングスターは、 ビッサの経営陣に加わり、やがて周囲の信任を得て1956年に、それまでのバーナード・ドッカー・卿に代わって、ビッサの会長職に就くと、すぐに、エドワード・ターナーを、グループの自動車部門、ビッサ・モーターサイクル、アリエル、トライアンフ、デームラー、タクシー車両の製造で知られる、カーボディーズなどが含まれるのトップ据えた。1950年代後半からのオートバイ業界の、 不況に対してアリエルはラインナップを絞ることなどで対応したが、1967年にはオートバイ製造を中止した。1970年に Vista によってアリエルの名を冠したモデルが生産されたが、短命に終わった。1991年に設立されたスポーツカーメーカーのソロクレスト LTD が2001年に、 エアリエル LTD と社名を変更したことによりアリエルの名が復活したが、上記のアリエル社とは直接のつながりはない。アリエルの最初のオートバイは1902年にはミネルバと呼ばれる自社製の 211cc エンジンを搭載して発売された。以後はホワイトポップエンジンの 498cc モデルや 249cc の小型モデルなどを生産ていた。 デザイナーのバールページが加わった1926年からアリエルのオートバイは新しい時代を迎えた。3速ギアを持つ2ストロークエンジンのアリエレッタを市場に送り出したページ。1927年には既存のエンジンを再設計して一群の新しい短気筒エンジンを生み出した。ページが設計したこれらのエンジンを搭載して1926年から1930年に 発売された一連のオートバイはブラ、アリエルと呼ばれた。またこの短気筒エンジンはその後も進化を続け、1950年代半ばの LH コルトを除いて1959年までにアリエルで製造された全ての短気筒エンジンのベとなっている。エドワード・ターナーの設計による 500cc のスクエアフォアは1931年に発売された。 スクエアフォアはやがて 600cc にスケールアップされ、1937年には、スクエアフォア 4G と呼ばれる 995cc の、大 h 一番にモデルチェンジしたが、エンジンレイアウトから来る、後部シリンダーの冷却問題には、終始悩まされ続けた。1939年には、アンスティーリンクと呼ばれるプランジャー式のリアサスペンションが、プッション設定され、 これは1946年に再生産された時にも採用された。この再生産時にはフロントサスペンションはそれまでのガーダーフォークからテレスコピック式に変更されている。1949年のスクエアフォーマーク1ではシリンダーブロックとシリンダーヘッドがそれまでの中鉄製からアルミ鋳造に変わったことで軽量化され最高速度90メートル ph。 約時速 145km を実現した。1953年には、さらに再設計されて、スクエアフォアマーク2となり、シリンダーヘッドの改良などによって、最高速度 10mph となった。アリエル・レッドハンターは、バルページ設計のオフ単気筒 500cc エンジンを搭載して1932年にデビューした、スポーツモデルである。 当初はトライアルなどの競技をするライダーにしか売れなかったが、後にエドワード・ターナーがデザインを一部変更したところ、一般ライダーにも受け入れられ、1959年まで生産が続けられた。1955年にサミー・ミラーのライディングによって活躍したトライアル専用モデルのベースとなったのもレッドハンターである。第二次世界大戦中には、 レッドハンターの車高を上げて走破性を高めた、組用モデルの WNG350 が作られた。1944年に v i s a に売却されると、アリエルは 500cc の KH と強力な v i s a 製 A10 エンジンを積んだ 650cc のハントマスターを送り出した。ハントマスターは高い信頼性と最高速度 100mph。 約時速 160km を誇り、特にサイドカーマニアの間で人気のモデルとなった。1959年、アリエルは伝統のある4ストロークエンジンのモデルの製造を中止し、ラインナップを2ストロークに基礎 250cc のリーダーとアローの2モデルに絞った。この決定は1、イギリスのモーターサイクル業界を襲った不況の中で、アリエルが生き残るための決断だった。 リーダーはヘッドライトからテールまでの車体全体を一体型ボディで包み込んだデザインのオートバイとスクーターの長所を合わせ持つことを意図したモデルであり、またリーダーをベースとしたスポーツモデルのアローはノーマルに手を加えただけのマシンガの満島 TT レースでくらいに入るという高性能モデルだった。アローは一時期 200cc のモデルも作られた。しかし1960年代には 本格的にヨーロッパの市場に参入してきた日本製オートバイの脅威にアリエルは対抗することができず、1967年にオートバイの製造を中止した。1970年、ビッサワニストローク 50cc の三輪モペットの名称としてアリエルの名前を復活させた。アリエルさんと名付けられた。このモデルはオートバイと同じように車体を傾けて、 カーブを曲がるという手従来の三輪車とは異なっていた。車体の全部と後部が超がいによって結合されており、三つの車輪を地面に設置させたまま車体全部を傾けることができるような構造だったのである。しかし、アリエルさんは商業的に成功を得ることはできず、間もなく生産中止となると、アリエルの名前を持つモデルは市場から姿を消すことになった。 アリエルが四輪車を生産していたのは1900年から1915年にかけてと1922年から1925年にかけての2度の期間である。アリエルの最初の四輪車は1902年に生産された10馬力の2気筒エンジンを積んだモデルだった。1903年には4気筒16馬力のモデルを開発。 これらのモデルはいずれもフライホイール別体式の革製コーンクラッチを持っていた。1904年には早くも6気筒エンジンをチューブラーフレームのシャーシに積んだモデルが作られた。1905年末にはエアロシンプレックスと呼ばれる全く新しいシリーズが発表された。このシリーズはメルセデスにハムを取り、15馬力から30馬力の4気筒のモデルと、 35馬力と40馬力の6、気筒モデルがラインナップされていた。また1907年から1908年にかけて、アリエルは、排気量 15,900cc で50馬力以上という、当時としては、途方もなく巨大な6気筒エンジンを搭載したモデルを950ポンドで、販売していた。1907年、アリエルは、イギリス市場への参入を目論んでいた。 フランスの自動車メーカーであるローレインディートリヒ社にバーミンガムの工場を売却し、以後は造船会社のキャメルレアード社から分かれたコベントリー兵器工場で自動車の組み立てを行った。しかし1910年にローレインディートリヒ社との契約を解消。また、当時製造していた 1300cc の軽量モデルは第一次世界大戦の勃発によって生産中止に追い込まれた。 戦争が終わった1918年、アリエルはジャック・サングスターが設計したアリエル9で小型車市場への参入を試みた。これはサングスターが以前ローバーで働いていた時に設計に携わったローバー8に告示した空冷に気筒エンジンのモデルだったが、結局この時の挑戦は失敗に終わった。 アリエルが55馬力の水冷水平対向2気2九百 996cc エンジンを搭載したモデルによって自動車市場に再度参入したのは1922年だった。このモデルは700台余りが生産され、同年に発表される4気筒 1096cc のアリエル10につながっていった。10はギアボックスをリアアクスルに直結した構造を持つモデルで180ポンドで 販売された。1926年にアリエルはオートバイの生産に集中するために四輪車市場から撤退するが、それまでに約250台の点が生産された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。